釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。釣れるじゃんの動画の時間がやってまいりました。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、三重県にある管理釣り場、揖斐川の近くですかね、サンクチュアリっていうですね、名前の管理釣り場さんに第1ポンドをですね、第1ポンドでルアーフィッシングを楽しんできました。投げていったのは主にスプーンですね。バルケインさんの、これはマイクロシルエットかけるハイアピールですかね、 1.6 1.1 グラム、ちょっと大きいだな、1点ちょっとですね。でからし色ですと、あと割れた蛍光ピンクですね。これをちょっとローテーションさせながらちょっと釣ってたんですけども、からし色がですね、今回ヒットルアーだったかなって感じはします。早速ね釣れましたね。なかなかですね反応がよくてですね、小型のニジマスが多かったんですけど、こちらはですね第3ポンドまでありまして、その第3ポンドはトーナメントが開催されている会場になっております。でこの日はですねそのトーナメントの1週間前かな、1週間前で人がですねものすごいたくさんいて、僕入れませんでした、定員オーバーで。なので第1ポンドで泣く泣く釣りをしたんですけども、そんな感じです。朝からですね100人以上の方がですね、開店前ですね、開店前100人以上の方がもう並んでらっしゃって、自分のですね前で一応定員だってことで入れませんでした。ここはですね第1ポンドは結構濁りがきつかったもんですから、棚もですね56メーターぐらいですかね、水深がありますので、しっかり沈めてしっかり魚にルアーを見せてですね、そういう釣りを心がけて釣りをしました。アベレージサイズはですねやっぱり20センチ前後ぐらいだと思います。たまにですね40、50センチのニジマスも見かけましたけど、ヒットしたのが主にヒットしたのがそう20、30センチぐらいですかね。割と小ぶりなサイズのニジマスが多かったです。ここはですね足場がちょっと高かったので急遽ですね近所のですね釣り具屋さんにですねこの日の前日にですねの夜ですね、閉店ギリギリに購入しましたこの網ですね、ランニングネットですけども、足場が高かったのでちょっと柄の長いタイプをラバーコーティングされているネットなんですけど、こちらを税込みでも3800円4000円前後ぐらいでしたっけね、そのぐらいの値段ですね。管理釣り場で足場がちょっと高いところはというちょっと柄の長いタイプが重宝するかと思います。で前回もですね愛知県の管理釣り場で使ったですねX スティックのパクリ版のですね自作ルアーを使いました。今度は色違いでですね何色ですかね、緑っぽい緑のくすんだような色それもですねマニキュアを使ってまあそれらしきものですね。からし色のそのなんか緑版みたいな感じのちょっとくすんだような色、ちょっと塗り方が雑でしたんでちょっとボコボコになってしまったんですけど、まあ全然魚の反応はですね相変わらず良くてですね、この日もねちょっと連続で釣れたりしました。マスクワイヤーで自作してですまあこうやってですね自作のルアーで釣れるとね、購入した売ってる、ね、既製品のルアーもいいですけども、やっぱり全然楽しさがね違いますよね。皆さんもねちょっと外れたかな、なんかちょっと一工夫加えて何かこう独自の、ね、ルアーかなんかで釣れるといいかななんて思ったりします。まあ、今回はですねこんな感じで釣り楽しんできました。またこちらもねもう一回リピートできたいと思いますんで、その時はフライフィッシングの方をねやってみたいななんて思います。で今回はですねこれで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。